こんにちは、永井美学塾へようこそ。塾長の永井龍之介です。今日のオンライン講座はエドバルト・ムンクです。そしてムンクといえばこの叫びですね。皆さんご覧になったことがあると思います。あるいはそのイメージとしてね、あの絵かと思われる方も実は多いと思いますね。で、今日はこのムンクの凄さを紹介していきたいと思います。それではですね、まずこの最初に描きました叫び、20世紀最大のアイコンと描きました。実はこの絵はもちろん有名ですし、多くの方がイメージとして知っていると思いますけれども、この 絵が流通するだけではなくて、そのイメージがね、いろんなところでそのデザイン化されるとか、いろんなところでポスターで紹介されるとかですね、あるいは最近ですとスマホ の絵文字で驚いた表情、あれ、このムンクのこ の表情から実は捉えられているんですね。それだけそういったところにいろんなところで紹介されるということは、それだけもう認知されている証拠ですし、多くの人の心に入ってくる、そういうインパクトのある絵だということだと思いますね。で、このムンクのこの叫びなんですけれども、実は2012年にですね、オークションに叫びが出ました。絵と思われる方も多いと思うんですけれども、実はムンクはですね、叫びだけではなくていろんな絵を描かれてますが、いろんな種類の画材で絵を描いています。例えばこの叫びについてもですね、油絵やテンペラ、パステル、クレヨン、そして版画ですね。ですからいろんな種類で描かれてますので、それもいろんなところで普及する、流通する一つの要因にはなってるんですけれども、その中でそのパステルの叫びがオークションに出たんです。で、その時に、結果としては96億円という金額になったんですが、叫びが出るのかって、実はそのオークション出る前から大変実は話題になりました。で、メディアからもですね、私いくつかのメディアからも取材を受けて、いくらになるのかなっていう話も聞かれたんですけれども、私もまさかね、これだけの名画、誰もが知っている叫びが出るって非常に驚いて、いやだけど値段、これはもうお金がある人であればね、いくら出してもいいという人も多分いるんじゃないかな、ある意味では青天井でしょうみたいなね返事もしたんですけれどね、結果としてその当時としては非常に高額な96億円、私も驚きました。で、なぜこれだけ高額になるのかって話はこれからの、展開なんですけれども、このムンクですが、ノルウェーの画家、ノルウェーあまりその美術市場でね、一般に知られている、特に日本では知られている画家は少ないんですけれども、まさにノルウェー最大の画家でですね、国民画家です。で、ノルウェー の紙幣、お札のね、肖像画にもなってますね。それだけノルウェーを代表する、ある意味でノルウェーという国をですね、象徴するというか、一画家一つの作品が知られるだけではなくて、このムンクによって、ノルウェーという国が知られると、そういう意味でも非常に大きな存在であるということですね。それでムンクといえば、このイメージなんですけれども、非常に何かですね、その情念というか衝動というかですね、そういうものが画面から伝わってくるんですね。気分を描くと、実はこれムンク自身が語っている言葉で、私は気分を描く、衝動を描くと語っています。で、まさにムンクの絵を見るとですね、非常にその気持ちが伝わってくるというか、愛と死とかですね、苦悩であるとか不安であるとか悲しみとかね、情念とか、誰もが持っている普遍的な気持ちが実はストレートに絵から伝わってくるんですね。例えばこれがムンクの代表作の一つ、これ「やめる子」という絵なんですけれども、まさにここに病室のベッドにいる女の子がいますね。そしてここで手を持ってですね、その我が子の対する思いを切々と親の気持ちが伝わるような、ここに親子の姿が描かれてるんですが、実はここのモデルになってるのがですね、これムンクの実際のお姉さんです。そしてここにいるのが実はママ母になった人なんですけれども、ムンクはなんでそういう何とも言えない、そのいわばこのネガティブなねイメージとも言えるような作品を描いたのか、これはムンク自身非常に病弱だったっていうこともありますけれども、お母さんがもう5歳で亡くなったりですね、実際にこのお姉さんもね15歳かなで亡くなったりしています。自分自身あるいはその身の回りの不幸ということもですね、こういうものを描くようになった大きな要因の一つになってますね。ですからこの絵を見るとまさにこのもう絵を通してね、その気持ちが伝わりますよね。これも文学とか音楽とかいろんなジャンルで
人の人間とは何か、人生とかを語る文学があると思うんですけれども、まさにこれは絵でしか表現できない、絵だからこそこういったものを見る人を引きつける力があるというものを、絵の力をね、こういった作品を通しても私は証明していると思いますね。まさに気分を描く。で、実はこの気分を描く、衝動を描くっていうのはですね、これ19世紀後半、例えばゴッホなどがね、そういう表現をしてるんですけれども、それ以降ですね、それまでやはりそのいわゆるそのアカデミズムに、構図はこうであるとか、色はこうであるとか、コントラストはこうしようとか、遠近法はどうしようとかっていうことから、対象映画を描くっていうことが一般的だったと思うんですけれども、そうではないと、その気持ちを描くっていうのはですね、これまさにこの時代以降ですね。で、ムンク自身ももちろんアカデミックな教育を受けてますので、しっかりとしたもうデッサン力も含めてですね、絵を描く基本はできているからこそ、その上でこういった絵が、生み出すことができたということが言えるんですけれども、それをもうストレートに、気分を描くという言葉でね、紹介をした、そこにも実はムンクの凄さの一つがあると思います。それで実はそのムンクがですね、美術史的には、表現主義あるいは象徴主義の画家ということで捉えられるんですけれども、私はもうその主義とかっていう問題ではないですよね。それは一つの括りとしてね、美術史上語るときによく使われる、例えば印象派であるとかね、そういった流れの中の一つなんですけれども、そういった主義とは別に、もう一画家、一人の人間として、この人間の普遍的な気持ちをね、見事に絵画で世の中に普及させた、本当に功績のあった大きな人だなと改めて思いますね。そしてですね、この叫びも実は含まれるんですが、生のフリーズというシリーズがあります。これまさに現代精神生活絵巻ということで、まさにその人間のその一生ですよね、まさに生と死、生まれて恋愛をして結婚をして子供を産んで老いて死んでいくという、誰もが経験する一生ですけれども、それをまさにですね、精神生活絵巻ということで、実はいろんな作品を彼残されました。全部で22点あるんですけれども、実はその叫びもですね、その中の一つになってます。で、最初にですね、この愛の芽生えと、まさに愛が成人になって恋愛をするわけですね。愛の芽生えがあると。で、その代表作としてこのキスとかマドンナ、そして次に愛の開花ですね、これがヴァンパイア、ヴァンパイア吸血鬼ですね、メランコリー、そして性の不安ということで不安叫び、そして最後に死、死と死んだこという、これ代表作を挙げてます。で、一点一点ちょっと紹介をしたいと思います。これがですね、愛の芽生えのこの接吻、キスですね。これ、室内で、夜ですね、ここにいる、男と女なんですけれども、まさに抱擁している場面ですが、ムンクは、生涯独身だったんですけれども、非常に美男子でですね、女性にモテました。で、さまざまな実は恋愛をしています。若い頃は人妻であったりとかですね、ですからこうしたモチーフの絵もムンク自身の、自身が描かれてますね。で、ここにムンクですし、ここにいる抱擁相手がその、人妻だったりしている。それが非常に自分の実感としてね、描かれてますから、それがより以上に見る人に伝わってくるのではないかなと思いますね。それからですね、こちらがマドンナです。で、こちらにあるのが油絵、そしてこちらが リトグラフですね。先ほど叫びの話でですね、各作品がいろんなバージョンがあるという話をしましたけれども、これも代表的なバージョンです。で、このマドンナっていうテーマはですね、いわば聖母マリアですね。聖母マリアといえば実は諸女性を象徴するということなんですけれども、ここに非常に恍惚としたその、マドンナを描いています。で、油絵よりも私このリトグラフの方がですね、非常にその何か感じるところがあるんですけど、もちろん油絵も素晴らしいんですが、これよく見るとここに中央に油絵と同じように、マドンナ、聖母マリアを象徴するマドンナが描かれてますけれども、ここにですね、これ分かりますか？これね、実は精子なんですよ。これ精子をデザイン化しています。そしてここに胎児がいますね。で、まさにこれは愛の芽生えですので、こうした形で、マドンナとの恋愛によってこうした胎児が生まれてくると
というのも一つ、まあ、象徴的にまあ描いている作品なんですけどね。あのこれだけそれぞれ画材の意味をですね生かしている画家、私非常にそのムンクの素晴らしさの一つとして、油絵は油絵の具 の良さを生かしていますし、これは版画の味というかね、こうした作品を通しても伝わると思います。でまた版画ですから複数あるので、ムンクの味わい、ムンクの世界をですね多くの人がまあ共有できるということもあって、本当にムンク芸術というのはこうしたいろんなバージョンで描かれることで多くの人に親しまれるなと、改めてこの作品をご覧になるとよくわかると思いますね。次はですね、これヴァンパイア吸血鬼です。吸血鬼の、まあ、吸血鬼も実は油絵とかいろんなバージョンがあるんですけれども、これ木版画なんですね。ここに女性がいて、これここに男性が実はいる。男性の首にまさに吸血鬼ですから、今にも噛みつきそうな描写になってるんですけれども、非常にこれもですね、この木版画の味わいっていうのがよく見えると思います。この木版画ですから、まあ、木にするわけなんですが、この木目の調子なんかもねよく出てますし、それが逆にその怪しい雰囲気をね引き立てているなっていう感じがしますね。そして今あえてこのマドンナのこうリトグラフも残したの、まあ、リトグラフはまあ石版画という技法なんですが、この木版画と石版画の違いが分かると思います。実はなかなかねこれこういった画面を通しては見えづらいところもあるんですけれども、これを見るとね、実は明らかに版画、同じ版画でも種類によって違うなっていうのがよく見えると思いますね。でそれぞれの味をムンクはよく生かした作品になっていると思います。でこれもですね、まあ、愛の開花の中の一つで、これ命のダンス、生命のダンスですね。でここに書かれているのが実はこれ若い女性、そしてここにいるのが男性と女性が知り合って、まあ、出会った場面、まさに成人の男女ですね。でここにいるのがこれ、まあ、年を取った女性と、ここに、まあ、中年の男性、実はここにはですね、青年時代、壮年時代、老年時代という一つのその人生の成り行きが実は書かれています。であとこの作品のですねムンクらしいところっていうのは、この背景の描き方ですね、非常にこの装飾性を生かした、この日が沈むこの描写なんかもですね、非常にムンクの絵にもよく出てくる描写なんですけれども、あとそれと同時にこの色のコントラストとかですね、それによってそれぞれの存在感を引き立てていると、この作品も実はムンクの代表作として紹介されることが多いですね。それではこの叫びですね、これまさに性の不安の中の叫びという作品ですね。でこれですね、まあ、先ほどその20世紀最大のアイコンと言いました。どうしてそれだけのインパクトがあるのかという話ことなんですけれども、これ、まあ、これも実は自画像です。で自分自身、まあ、ムンクはいろんな言葉文章も残されていて、まあ、この作品についても語っている部分があるんですが、でこれはですね、まあ、自分自身非常になんか憂鬱な気分でね道を歩いていた時に、ふとその沈んだ日、夕日がですね真っ赤な本物の血のように見えたと、その時にふとその雲間からねなんか叫び声が聞こえてきて、思わず耳を塞いだっていう場面なんです。でこれ叫びっていうタイトルからすると、何かこれなんかここに出てる人がですね叫んでるような印象を持たれる方が多いんですけども、実は叫んでるのではなくて、その叫び声を聞いて思わず耳を塞いだっていう絵なんですね。でそれが本当にそのこちらに向かってもう何とも言えない表情ですよ、この不安な表情で、それ以上にこの表情だけではなくて、この背景の描き方ですよね。この夕日のその何とも言えないこの動き、そして、外のですね、これ橋の上ですから、これ川ですね、川の動きとか自然界の揺らぎですよね。で実はそのムンク、これも語っている言葉なんですが、非常になんかこれ装飾的な感じがします。ちょうどこれはいわばその19世紀末から20世紀の初めに、そのアール・ヌーボー、新しい美術様式ということで、それまでの西洋のアカデミズムにはない新しい様式が19世紀末から20世紀初めにね流通したんですけれども、その中の一つが実はジャポニズム、まあ、日本的な表現ですね。前回紹介しましたあの北斎がその代表なんですが、非常にそれまでの西洋アカデミズムにはないその平面性とか装飾性とかね、
いうものが非常に新しい表現だということで、多くの印象の画家たちも含めてですね、自分の表現取り入れようということで流通したんですけれども、実はここにもですね、ある意味これ装飾的なんですね。これもアール・ヌーボー、あるいはジャポニズムの影響なんですけれども、でこれもムンク自身が語っているんですが、この装飾こそ人間の心理を表すということを言っています。でなんか装飾っていうとね、なんか人デザイン的 なんか表面的に捉えられるところがあるんですけれども、装飾こそが人間の心理を描く。まさにこれを見ると、このムンク自身、自身のですね表情だけではなくて、こうして背景の描き方も装飾的に描いていることで非常に何か伝わりますよね。その人間心理がもう画面全体からこちらに伝わってくるインパクトを感じると思います。ですからこういう作品を通してですね、まさに一つのこの叫びの場面を描いただけではなくて、人間の気分を描いている。それと同時にその様式的にですね、当時の新しいアール・ヌーボー様式やジャポニズム的なものがですね、この画面からも表現を通して私たちに伝えてくれているわけですね。ですからまさにその20世紀最大のアイコンだけではなくて、ノルウェーを代表する画家であり、私は20世紀を代表するもうノルウェーという国を超えたですね存在として、この作品を通してもね、多くの人に影響力を与えているなって改めて思いますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。